の踊りをですね、吐くことがあろうが、途中で倒れることがあろうが、とにかくですね、力いっぱい一生懸命踊りたいというふうに思っております。さっきもですね、ちょっと円陣を組みまして言いました。とにかく間違えてもええから、下手でもええから、とにかく一生懸命踊ろうで。ということで、やっていきたいと思います。そういうことですね。はい。それじゃあ、何があっても一生懸命に行くぞ。愛と感謝の気持ちを。それでは参ります。錦よさこい伝五竜の目覚め。
振り付けした作品でですね、あの紫の鉢巻きを締めてらっしゃる二階堂様、この9年間ぐらいはずっと煽りをされてましてですね、久しぶりに見ました、二階堂さんがそうやって踊ってらっしゃるのですね。あー、最初のシーンはね、多分並んでらっしゃる皆さんは大丈夫だったと思うんですけども、早朝7時に